This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は9月27日月曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイは2022年の APEC 議長の準備を進めています。政府は裕福な外国人と専門技術を持つ外国人の誘致を進める方針です。観光客が観光地に戻りつつあります。イラクが米の輸入契約を7年ぶりに締結しました。プラウィット副首相がアユタヤを訪問し、洪水防止対策を指揮しました。それではまず初めのニュースです。タイは2022年の APEC 議長の準備を進めています。財務省情報局と政府広報局は2022年のアジア太平洋経済協力 APEC サミットに関する3回目となる広報小委員会を開催しました。会議ではアヌチャー首相府大臣が議長を務め、コミュニケーション戦略 APEC サミットに関する一般市民への意識を向上させる活動について話し合いが行われました。これまでビデオ会議を通じタイで開催される APEC のロゴコンテストやAPEC ホスト国引き継ぎビデオ制作など進行中のいくつかのプロジェクトについて話し合ってきました。数ヶ月ぶりとなる直接の会議となった今回は、来年開催される経済コミュニケーション計画に関する第3回ワークショップ、コミュニケーション諮問グループとの APEC 2022タイコミュニケーションパートナーシップ設立について検討されました。アヌチャー首相府大臣は、すべての関連機関からの支援に感謝の言葉を述べています。すべての機関によって広報活動が進められている APEC 2022のホスト国としてのタイからのメッセージでは、貿易、投資、観光、経済、ライフスタイルなど多岐にわたっています。2021年11月には、2021年の APEC のホスト国、ニュージーランドからその役割を引き継ぎます。その後2022年の APEC ホスト国としてテーマと優先順位を公式に発表する予定です。 APEC は1989年に21カ国で設立され、アジア太平洋初の経済協力を目的とした協力会議です。次のニュースです。政府は裕福な外国人と専門技術を持つ外国人の誘致を進める方針です。政府は9月14日の閣議で、コロナ禍で打撃を受けたタイ経済の回復を加速させるため、裕福な外国人と高度な技術を持つ外国人の誘致に重点を置いた景気刺激投資促進パッケージを承認しました。
パナコン政府報道官によりますと、このパッケージでは、例えば当該の外国人のみならず、配偶者や子供などの家族についても10年間の長期滞在が許可されるほか、租税上の優遇措置も適用される予定です。投資促進パッケージは来年から実施される予定で、これにより政府はこの先5年間で100万人以上の外国人をタイに誘致したい考えです。タナコン政府報道官によりますと、100万人の外国人誘致による経済的効果は1兆バーツに上る見通しで、国内支出8000億バーツ、税収2700億バーツが得られると見込んでいます。次のニュースです。観光客が観光地に戻りつつあります。当局は先に新型コロナウイルスの1日あたりの新規感染者の増加がピークを過ぎたと見られることから、感染リスクが最も高いとされているダークレッドゾーンでの飲食店の店内飲食禁止や県をまたいでの渡航を禁止するなどの制限措置を今月1日から部分的に緩和しました。新型コロナウイルス感染症対策センターは、制限措置の緩和を受け、国内の観光活動が再開され始めていると発表しました。北部ピサヌローク県では約2ヶ月間のロックダウンを経て、観光客グループがプーヒンロンクラ国立公園を訪れています。プーヒンロンクラ国立公園は9月16日に観光再開しましたが、訪問には社会的距離を保ち、いくつかのコロナ対策を守らなければなりません。現在国立公園は気温17度から20度と涼しく、観光客に人気の場所となっています。プーヒンロンクラ国立公園を訪れるには、コロナワクチンを少なくとも1回は接種している必要があります。また事前に申請アプリ QQ で予約し、マスクの着用が義務付けられています。ここでキャンプをする場合は、テントとテントの距離を10メートル以上離して設営し、社会的距離を確保するよう呼びかけられています。ピサヌローク県にはこのほか、シャートトラカン群、パンナームチュアンの雲海などいくつかの観光スポットがあります。ピサヌローク県の朝の平均気温は現在18度前後です。訪問客は絵画のように美しい段々畑を営む山岳民族モン族の暮らしを見学したり、貯水池や美しい滝を訪れたりすることができます。一部の観光地はまだ閉鎖されていますが、10月1日にはこれらも再開される予定です。次のニュースです。イラクが米の輸入契約を7年ぶりに締結しました。タイ精米協会は、タイの大手米輸出業者がイラクの輸入業者と4万4千トンの白米をタイから輸出する契約を結んだと発表しました。タイ精米協会のクリアンサック会長によりますと、これは今年に入りイラクがタイから米を輸入する2回目となっています。初回は8月18日の締結で4万4千トンが輸出されました。イラクは品質問題を理由にタイから米の輸入を禁止していたため、これは7年ぶりの輸入となりました。クリアンサック会長は、この禁止措置は2014年に11万トンの米をイラクに輸出したタイの米輸出業者が国の品質基準を満たしていないことが原因だったと指摘しています。またイラクの輸入業者は、輸入された米が合意されたものよりも 10% 少ないと主張したため、7年間にわたりタイ米の輸入禁止となりました。輸入禁止の撤廃はタイの米輸出業者にとって素晴らしいニュースとなっています。イラクは長い間タイの顧客であり、多くの米を購入してきました。タイ精米協会は、タイの米輸出業者に米の品質を確保するよう強く求めています。次のニュースです。プラウィット副首相がアユタヤを訪問し、洪水防止対策を指揮しました。プラウィット副首相は、洪水対策計画と洪水被災者への支援状況を調査するため、23日中部アユタヤ県を視察しました。災害防止局は関連機関に対し、繰り返される洪水を軽減し、
換気の節水など水管理措置を迅速に実施するよう指示しています。バンバン運河の運営維持管理でチャオプライヤー川流域の包括的な洪水軽減行動計画の一環として実施されている現在の洪水防止措置についてプラウィット副首相は国家水資源局から説明を受けました。また災害防止局による洪水被災者への支援活動も視察しました。プラウィット副首相は洪水が頻繁に発生するアユタヤ県のバンバン地区とバンサイ地区で雨季の水管理措置を緊急かつ完全に実施するよう国家水資源局と地方管理局に命じました。副首相は関連機関に対し換気に使用するための水と地下水の貯蔵を含む水のあらゆる問題に取り組み持続可能な水管理に対する国民の意識を高めるため協力するよう要請しました。その後プラウィット副首相ら一行は洪水の水を指定されたエリアに迂回させ被害を緩和させるクロンバンバン水門を訪れ地元当局の献身的な活動を高く評価しました。災害防止局は村人たちと直接面会し水管理への協力に感謝の言葉を述べています。また地元の人々の士気を高めるため村人の代表に必需品などを届けています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイは2022年の APEC 議長の準備を進めています。政府は裕福な外国人と専門技術を持つ外国人の誘致を進める方針です。観光客が観光地に戻りつつあります。イラクが米の輸入契約を7年ぶりに締結しました。プラウィット副首相がアユタヤを訪問し洪水防止対策を指揮しました。以上ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さよなら。日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.